simplemente por meter. ¿Segura? Ay, mire. アンダー18得点はサエでしたね。サエどうな。今日は何ですか。馬刺しですか。違う。じゃあお家にお伺いして馬刺し。うちも馬刺しでしょ。馬刺しって美味しいんですか。馬刺しの話。友達から聞いて。かわいいんだけど、幼児の走り方テク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 してて今日この試合だけ今日スタメンだし いいな、久しぶりの試合立て。うめえなあいつ。2点目はせいやですね。今日は何ですか。オムライスですか。かわいい。あのケチャップでじゃあおめでとう。後半ガムテープ買ってきますね。高松スタメンいいね。嬉しいだろうね。サプライズだね。ねえ、ちょっと頑張ろうと思います。せやね、上手。全然まだ5分ぐらいですよ。え、5分ぐらい？うん、5分遅れぐらいですよ。
よし行け。あいついいな。すごいよ。よしはうめえな。3年生は誰だ？幼児だけ？4年の刺激にもなるでしょ。なるさんもうまいね。お、三井くん来ましたね。高松とこうと。でこい、相馬。面白い。面白なしっすね、今日。何対何？5対0。父ちゃんの好物はね、ファミチキかな。せいや、ハットリック。ウインナー、ウインナー。そう、お高いウインナーだよ。お高いウインナーだよ。でも、多分お高いウインナーだから、ずっと固定できる。こっち側もいいね。全体見れる。まあ幼児も真ん中やるだろうなって言った。まあ今サイド覚えて。そうま？なんかいいじゃん。
森さん、はい、バレンティンナイスホームラン。清弘さんかかも審判兄弟か、あ、そうだね、そっか、兄弟ね、兄弟だからね、そっか、そうよし、よし、よし、今どれ入った、よしき、よしき、お、よしき入りました。よしきもいる、デビュー戦、デビュー戦、よしき頑張れ。3年生入りますね、続々と。よしきはいいんすよ、覚えたら走れるし頑張るし。ミランはどうすか、兄ちゃん、ミランはどうですか、ミランはどうですか、ジャパニーズ OK、 ミランはどうですか、なんか久しぶりの8人制だけど、今日久しぶりの8人制だけど使えるのいいよな。ナイスボール。できてます。できてます？一応テストではできてました。Wi-Fi？ はい。何でやってます？携帯ですか？このモバイル。あ、やってます。一応 Wi-Fi 使ってなくて、普通にあのアプリがあって、その YouTube ライブ撮れるアプリが。ギガどんなですか、50ぐらいだと思うんですけど、もう50とかだと思う、それは普通の携帯で行ってます。これからも直接 YouTube 行ってます。こっから今限定公開されてて、でこっから保存したら YouTube にそのまま落とされるみたいな感じです。で一応怖いんでもう1台で横で撮ってるんですけど。何でやってます？モバイル Wi-Fi と、はい、とビデオカメラ、ここに。あー、パソコンの方から行ってるんですね。うん、なるほど。Wi-Fi に制限かけて、はいはい、7ギガしかないんですよ。結構大変ですね。これ、どんぐらい使うんですか？いや、結構いくと思いますよ。使います。途中止まった。PC だと、俺らもパソコンで試してたんですけど、ちょっと大変だったのと、ネット環境が大変だったんで、こっちイラブとかだと多分難しいなと思ったんで、普通に携帯でのアプリ取っちゃって、YouTube スタジオじゃなくて、なんだっけな、後で送ります。こっちのは多分いいと思います。どこ行った？ライブ？六もいいよ。ライブ？四番が六。四番が六ね。よく頑張ってるからね。幼児？幼児いる。真ん中にカメか。
カムイとかあった。だいぶ変わったね。カムイ下がる。ルキアが入りました。ジオリデビューの子が続々と。いいね、千秋頑張ってるね。うん、ナイス。めっちゃ密集してる。こんなには負けない。いけ、ナイス、よし、いけ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 、よし、ナイス。スパイダーマンじゃん。誰？キーパー？スパイダーマン。スパイダーマン。すごい。そうだね。これはもう一回。マジでと思われてる。いいらしい、頑張るね。なぜか外からずっとマークつくんですよ。3年中心で。ちょっと安定してカムイが入ってたね。ツーボラ、あ、ワンボラで行くんじゃないこれ。タイラもいるね。あ、デビュー戦になりましたね、タイラ君。さあ、ワンボラだね、これはカムイの。試してきたね。ヨシキ違う、右サイド6が入れた。マジ 6? これ俺今右サイドだったと思ったんですけど、ヨシキじゃないかな。あっちで、うん、そう、ヨシキだと思う。6だって左側、そうなんか似てんだよ、似てる。ちゃんと締め見ましょうね。はい、ルキア。
ヨシキですね、やっぱさっきの。うん。なんかロックとフォーム違った。かわいいから使っちゃうんだよ。愛嬌って武器だよ、ね、やっぱり。足元だな今な。どちら様ですか？ヨシキですね。幼児だったら笑ってやろうと思ったけど後でヨシキはちょっと頑張ってる、頑張って幼児頑張ってるわけで、幼児も頑張ってる。幼児はね、いじりたからいじるネタが一個できたと思った。広く撮ってるの誰ですかね、あれは。ロック。ロックだね。いいね、いいね。千秋のお父さん誕生日。そうなんです。大丈夫です、大丈夫です。6まで持ってきたいね。お、いける。よし。来た。これは、あ、うまくいかない。タイラも三井さんのこと知らないですよ。ナイス、ハットリック。あいつはユーロ見てたからな。4年生です。あ、4年生、うん、ちっちゃいね。いや、そんなこと、ああでもそうか。ユニフォームが多分大きいんですよね、今。うん、そうだね。なんかいる。どこ賞なの？平地賞っす。
んだよね。ここは森くんかな。そうだろうな。低いの入れてほしいな。似合いないから。低いの入れるだろうな、髪は。あ、でも似合い入ったな。あれ誰？あればゴールみたいな。高まさぎだ。30番だろ。いけ。あれの誰下がった今コーマの兄ちゃん。コーマさん入った途端コーマ。うん、やっぱそうか。ジオリ自体が多分みんな初試合ですよ今年。リーグもやってないですもんね。だから言ってたけど俺初だ、はい、オビドとしてはウソだったし、嘘だと思う。どっちかというとゾクゾクしちゃう。ゾクゾクしちゃう。タウボランチ。あれだね。あれいろんな人真ん中に置いてる。うん、変えてって。ナベちゃんスタイル。変わった。タウ脱出か。頑張れ。タウ頑張れ。みんな後ろにいるけど。そっちが重いもん。そっちが重いもん。なんであんな重い。これ重積だよね。大丈夫だよ。あ、いいね。タウはほら繊細だからさ。ここは優しくて繊細で耐えてる。努力がだから。お兄ちゃんじゃない。タイラが蹴りましたね。譲り合ったね。俺が俺ががいなかったね。一人も。あ、タツもいないでしょ。タツいる。タツキが、うん、
左で使うんだね。なんかいいとこあると思うけど。めっちゃぼやけてる。ね、なんかちょっとね、画質が荒くなっちゃったね、さっきより。2段、おっ、でかい。じゃあ、もう、4000円寝たから。よし、見られてる。よし、もう、見たか、めっちゃ。よし、ボーン、イエーイ。入って30秒。やばいね、かっこいいね。気持ちよさそうじゃない。画質が荒いね、ちょっと。マカイみたい。マカイよりいいっすよ。え？ね。マカイの目の前で。マカイよりいいよね。やっぱでかいの2段。タツキとかあったんじゃないかな。そうだそうだそうだ。うまい。うまい。負けるな。うまい。うん。あの体勢でね、すごいね。なんか逃げてっちゃったな。勝負したいな。高？うん。高がいい、いいね、いいね。高も優しいからな、お父さんみたいにガッツンとガツンとぶつかってくる。すごい勝負や、あの技めっちゃ。巻き腹めっちゃ紫色になってる。巻き腹がきますかね。ただのズームだと画質荒くなるけど、望遠カメラってやつにすると戻るわ。どっちの方がいいんだ。うん、望遠はね、ズームの、ズーム、普通のカメラのズームだと荒くなる。来年ワントップで行こうかな。今日の連絡って振ってる？何？練習場所振ってるよ。どこ？教えて。4時。なんで？宮古全体の方のさ、土日のトレーニングについてって連絡来てない？うん。セイヤと様どっちが点取ってる？セイヤかな。それがいいな。明日かめっちゃ上がってる。ソーマ何点？ソーマ。ソーマ。あれソーマ何番ですか？26。2点。タイラかあれ。
ペースに逃げてっちゃうね。アイテム買いたいな。教えてあげればすぐ治るだろうけどね。15? あ、合計点。